皆さんこんこにちはあのただいまあのあのご紹介にあずかりましたあの東北大学病院長の下瀬川です。えー、と今日はですね、えー、とあいにくのお天候になりましたけれども、えーまあ、日曜日の午後、お休みのところですね、まあ、第9回の東北大学病院の市民公開講座にこのように多数の方々にお集まりいただきまして、ありがとうございました。えー、とあの市民公開講座あの東武大学病院としましまてはあの 院内で行っている診療活動、それから最新のトピックスに関しまして、市民の方々にです、ね、分かりやすくお伝えすることを目的に、5年ぐらい前から開催しております。で、普段は国際センターで開催するんですけれども、今回はです、ね、この東北大学の萩ホールで開催するということで、こういった会場で皆様方に目のお話をできるというのは、大変うれしく思っております。 あの今回ですね、えっと、目のお話をするわけですけれども眼科の教授の中澤徹先生がだいぶ前から企画をされまして準備をしてまいりました、えっと、中澤先生あの大変若い教授なんですけれども大学病院の中では病院長特別補佐を務められてまして、えー、まあ患者サービスとかですねそれから医療の質向上委員会そういったところで活躍されている先生です 非常にこうアイディアに富んでる先生で、まあ、今回もこの企画を見ますと非常にいろんな盛りだくさんで,です、ねえー、楽しい内容になってますのでぜひあの、まあ、最後まで,です、ねえー、と参加していただきたいと思っております。えー、と今回の企画の中でなんといってもあの目,目玉はあののあの野村前あのイギリス監督の話です。 えとちょっと前まであの野村監督とお話ししてまいりましたけれども、まさにですね、えー、と昨日はあの、三馬投手のまあ完封で、えー、クライマックスシリーズに大手をかけたということで、えー、大変いいタイミングで監督をお招きできたんではないかなと思います。今日残念ですが、あの雨で、えー、と今日の試合は中止になったようですので。 あのぜひ野村監督のお話に集中してです、ね、安心してお話を聞けるんではないかなというふうに思っています。でちょっと,あの、えー、と急遽ですね、えー、あのスケジュールが若干変わりまして、えー、私のあの挨拶の後にすぐにあの監督の基調講演をいただきますけれどもその代わりとはあの言ってはなんですけれども。えーと 皆さん年配の方はご存知だと思いますけれども巨人軍で投手を務められた角光男氏があ急遽駆けつけていただけることになっていますで、まあ、ダブルでですねあの野球の有名な方のお話を聞けるというので、まあ、本当にあの素晴らしい会になったんではないかなと思いますであの野球ばかりではなくてですね今日の,あの,あの一番のメインのテーマは目ですので えー、そちらに関しましてもあの中澤教授をはじめ、えーまあ、本位のですね眼科の、まあ援の先生方があの教育講演を用意しておりますでその他にあに外の方ではイベントとしまして、えー、東日本大震災の時にあの被災地を回ってあの目の診療をしましたビジョンバンというあの、えー、と移動式の、えー、と目の検査センターがありますけれども、まあ、そちらの方で検診を受けられることになっておりますし それから目を覆ってです、ね、で盲導犬と一緒に歩いて実際にどういう感じなのかというのを体験できるような体験コーナーも用意しておりますしそれから目の最新のです、ね、医療機器を使って、まあ、検診できるようなイベントコーナーもありますのでぜひいろんなものに挑戦していただきたいなというふうに思っています。で目の病病気、気、まあ、いろんな病気ありますけれども 最近はこの領域とは非常にこう医療技術それから知識が進歩している領域ですで、まあ、機器開発だけではなくてです、ねえー、例えば東北大学の中でも口の中の頬の粘膜からです、ね、細胞を取ってきて、まあ、角膜移植に使うようなあ細胞のシートを作ったり、まあ、そういった再生医療 まあ今流行りのです、ね、再生医療なんかも研究しておりますし、まあ、今後どんどん発展していく領域ではないかなというふうに思っています。まあ、今日のテーマが、えー、あなたの目年齢を若く保つためにということですので、まあ、今日はお話を聞いていただきまして目の大切さをもう一度皆さん感じ取られて、えー、是非ですね、えー、と目年齢を皆様方若く保つためのヒントを えー、まあ、この会からですね。えー、持って行かれることを記念しまして、この開会,会の挨拶とさせていただきます。それであの、ちょっと長丁場ですけれども、どうぞよろしくお願いします。